魔力ゼロの最強魔術師、やはりお前らの魔術理論は間違っているんだが、お礼言うします。魔力ゼロ、最強、なんだが、これは期待が持てますね。読む前から、ナローミを隠すことなく押し出してくるその姿勢誇らしい。タイトルではそのような気配を出さず、中身がうんこにうんこを重ねたナローケーキと化しているラッピング詐欺めいたものよりも、かなり良心的と言えますね。最初からゴミめいたナローを読むつもりで手に取るならば、まさに需要と合致している一品と言えるでしょう。それに作者側もそんなナローに媚びへつらった、もろナロータイトルをつけておいて自分の作品が全世界で等しく評価されるべきものであると、勘違いしているような奴はそもそも人間であるかすら疑わしく、つまり存在すらしていませんからね。KT、脇、幹、頭が。どうやらナローはそういう奴が普通に存在しているようなんだが、ナロー作家の闇は置いておいて、タイトルがナローナローしていて、そもそも手に取る人が、ナローナローしているものを読むつもりで手に取るわけであるので、ここについてナローじゃんわらわらと、自分の行いを棚に上げて批判するのはお議論派となるので、そういう意味では誤信完成ですね。例えば前期のアニメであるナローのアトリエこと錬金ゴミとかは全く誤信できていないわけですね。あ、そうそう。本作の挿絵は例によってうさつかえいじ先生ですね。伊勢スマの挿絵の人、白いコートとかいうクッソダサいキャラデザはまさにナローの方の先生って感じですね。それでは裏筋から、君は魔術師にはなれない。君は魔力がゼロだから、うおおグラビティ、嘘だろ、なんだあいつ、あんなの見たことない、なんであんな魔術使えるんだ、魔力ゼロのくせにドン、百パーナローだー、このわざとらしいナロー描写、割り切ってて最高なんじゃ、最高、最低。どっちだろ。ママええわ。ナローをやると宣言してナローをやるという、そこの一貫性に拙者優を見た。気に入った、ついていこう、やるならやる、やらないならやらない、そんな小学生のしつけレベルのことを守れるのは実際貴重、ナローだと守っている作家の割合がね、頭幼稚園児体アラフォー社畜だから、さて主人公くんは7歳の時に魔力ゼロ宣告を受けてしまったのだが、彼の家は代々、魔術師をなりわいとしており、彼自身幼き頃からあまたの書物を読む秀才ぶりを発揮していたのだが、実際に魔力がゼロだからね、しょうがないね。こうして魔術師への道が途絶えてしまったのだが、それはそれとして異端者とかいう人間を捨てたい宗教の存在が街にテロ行為を行い、これに妹も襲われ短命の呪いという、伝説の品である賢者の石でしか治療ができない、なんかヤバい紋章が体に刻まれてしまったぞ。これを見た主人公は妹を癒すために、魔力ゼロであってもその持ち前の学力のみで賢者の石を完成させることを心に決めるのだった。あれ、面白い、ナローナローしているからもっとゴミゴミしたやつを予想していたのですが、開幕の指す主事ナローつかみとそれに至った背景がわりかししっかりとしていて、なんか好感度的には悪くはないっすね。魔力ゼロが判明して両親が主人公を捨てるとか、そういうゴミナロー定番のやつもないですし、もしやこれはゴミナローの皮をかぶった表示詐欺では、さて妹に呪いの紋章が刻まれてしまったことで家に引きこもりずっと研究をし続けた主人公は、時たま部屋に入ってくる妹にセクハラをしたり魔術でぶっ飛ばされたりしつつも、魔力ゼロながらも着実に研究を進めていた。ちなみに例の短命の呪いですが、30代までは普通に生きることができるようです。はい、結構異常。猶予ありすぎて草。しかし学校にも行かずずっと家に引きこもっている主人公にもついにその時が来てしまった。そう、家族会議である。たかし、将来はどうするんだ。さてこれに対し、以前からずっと決めていた魔術の研究者になるということを伝えると、夢見すぎててワロスわらわらと言われ、さらに主人公が各出版社に送っていた論文が、読まれることもなく突き返されていた事実を告げられてしまうぞ。現実を見ろ。学歴なし、職歴なしで研究員に就職とかワロスわらわら、しかもお前魔力ゼロだしわらわら。それでもなお魔術の研究者になると主張したところ、無事感動されてしまいました。引きこもりを家から追い出せる異世界人いいぞこれ。
ノーと言えない日本人も見習ってほらほらほら。さて引きニートから住所不定無職に強制ジョブチェンジさせられてしまった主人公は、手切れ金として渡された金額を確認するぞ。おっ結構入っとるやんけ。よっしゃこれで研究機材揃えたるやで。ダメだこいつ。早くなんとかしないと。そんなわけで本屋にやってきたのだ。ここの店主とは以前からの顔なじみであり、特に主人公が専門的な魔術の本を購入してくれるので、それらをたびたび仕入れてくれるのだ。ごめんなさい、もうその人父親 ATM を剥奪されたんですよ。不良在庫物であります。だが新設として出版される本は既存の魔術の原理を言い換えただけのものであり、なかなか賢者の意思に至れる手がかりすらつかめずにいたのだった。だがその日は普段と違い、古代語で書かれた古書が仕入れられていたぞ。この世界では1000年ほど前に魔術に適した、魔術用の言語が開発され、それが利便性から公用語に制定された過去があり、かつての言語は古代語と呼ばれまともに読める人がいないほどに廃れてしまったのだ。さて表紙には科学の原理と書かれていたぞ。科学、聞いたことがないな。聞いたことがないのに単語として、科学、がわかるのすごいですね。それほどでもない。さてそこには科学の実験の数々が記されており、これこそが賢者の意思に至る道であると、そのように直感する住所不定無職の主人公くんでしたとさ、という話ですね。おろろ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 はなしでお願いします。ええんやで。なろうにしては結構いいですね。なろうにしては、なろうにしては主人公の生きりが生きるために生きるのではなく、妹の命を救おうとした結果、生きりに至ってしまったという背景がちゃんとあって生きりに説得力というものがありますね。そもそも生きる必要性とかないだろっていうツッコミはなしやで。だってこれなろうだし、ただ手放しで良作って言えるほどでもなくて、ところどころがばいんですよね。短命の呪いが刻まれた、妹の寿命がその刻まれた時点から20年以上はあったり、科学、という単語を知っていたりですね。この辺はまあ、なろうだなーって感じです。深く設定とかを考えていない感、しかもこの世界、漢字とかで、科学、ではなく、英単語的な、サイエンス、ですからね。文字自体に意味がある漢字とかとは違って英単語とかは知らないイコール未知の単語であるので、ここは後の生きりのために読めるようにとりあえず仕込んだ意図が見えて辛いっしゅ。でもまあそういうガバを置いておくとするのであれば、なろうにしてはマシな方ですね。富裕層の息子として生まれた主人公が魔力測定でゼロだったので即放逐しますとか、そういう明らかに頭の悪い、なろうとかと比較をすると引きニートとして数年引きこもった後で、その結果父親がブチギレて感動するとか、ちゃんと人間としてまともな思考回路をしています。感動されて命綱である手切れ金を即全額研究機材に変えようとする主人公も、引きニートであり世界の辛さを全く分かっていない生活能力皆無の社会不適合者であるとすると、行動としては何ら不思議な部分はないですからね。ただこっちは偶然祖母が亡くなっただけですかね。さてこの世界は1000年前まで民間伝承程度の立ち位置であった魔術を体系化し、魔術という学問に昇華させた偉人の功績により魔術言語が公用語化するほどとなったのだが、一方で魔術が神聖視された結果説明がつかない部分も正当化されるに至ってしまっており、魔力ゼロの主人公がそれまで偶然行っていた科学的実験の数々で観測された矛盾も、魔術的な常識からでは説明がつかず、これに主人公は頭を悩ませていたのだが、今回目にした科学書にはその矛盾を解消する原理が記されていたのだ。邪見早速生活費の全てを変換した実験器具の数々で証明をしましょうねー。さて主人公は魔力ゼロであり魔術が使えないので、翌日実家に顔を出し、妹に実験の協力を頼みに行くぞ。ダメだこいつ、社会を舐め腐っている。その結果ろうそくに普通につけた人魔術の火は一見同じであるが別のものであり、これを融合させることができれば賢者の意思へ至ることができるのでは、という結論を出すぞ。というわけで5日間これを融合させた術式を数パターン考え出し、また妹に実験の協力をお願いしに行くぞ。
この感動されたことへの自覚のなさよ。だが完璧な魔術原理を真っ向から否定する主人公の魔術理論では異端者扱いされてしまい、妹にもさすがにそれはないわと言われてしまうぞ。そもそもこの世界の魔術とは、それぞれが各人の魂の形に特化させた完全オーダーメイド術式でもって起動させるものであり、誰でも起動できる術式は到底受け入れられるものではなかったのだ。だが誰でも起動できるならば、自分も魔力が込められた物品を返せば魔術を起動できるのでは、と思いいたり、実際にやったらできたぞ。使ったのはナローデ御定番御用達の魔石だぁ。さてそれはそれとして現在主人公は一文なしであるわけなので、なんとかして、生存するための手段を見つけなくてはいけないのだが、研究のため仕事をする暇はないので、じゃあ全額国が面倒を見てくれる最難関魔術学園に入ればいいじゃん、となるぞ。あ、盛大な前準備は、すべてこの時のために、魔力ゼロで最難関魔術学園に入学し、俺つ永遠最強魔術学園ライフを過ごすためだー。どーん、ごめんましかと思ったらやっぱクソだったわ。結局妹の命を救うとかどうとかの前振りも、魔力ゼロの主人公がなんかすっごい、魔術を使えるようになった上で学園に入学するという、ただそれだけのための前振りだったわ。はぁ、つっかえ、と言ってもまあ、入学しない場合、どうやって生きらせるかって話でもあるんですけれどもね。住所不定無職の主人公の場合、ここから生きらせるためには SSS ランクの女冒険者パーティーに拾われて生きるか、SSS ランクの王女に拾われて内政地位として生きるかのどちらかしかないと思われるので、そういう意味ではまだ学園だっただけ救いだったということでしょうか。そもそも生きる必要性あり、さて入学試験で魔力ゼロを披露したことでなんか成績優秀そうな美少女が絡んできたぞ。これを軽くあしらい試験会場へ。試験内容は、そう、実践形式つまり決闘だー。なんで、普通に筆記とかでよくない？コストパフォーマンス悪すぎんよこの名門校。まあ筆記だともともと学力だけはある主人公が魔力ゼロで弾かれる未来しか見えないし多少はね。さてその所詮、主人公を舐め腐った僕は主人公に負けて生きらせるために生きてきましたと、顔に書いてあるような弱小チンピラ貴族を周囲の大気を操作して窒息させ、一体何をやったんだ、ざわ、ざわ、させるぞ。ふうやれやれ、初の戦闘だったが、力加減を間違えてしまったかなやれやれ。さてこの世界の魔術は物理法則をねじ曲げる、超常現象を引き起こすものであり、そのため魔力の消費量が非常に大きかったのだが、主人公が発明した画期的な科学との融合魔術を使えばその消費量はなんと1億分の1、これを俺だけが使える、だと、続々。妹を助けるっていう目的。さて試験という名の決闘を勝ち進んだ結果最初に主人公に絡んできた美少女との戦いとなり、これを水蒸気爆発にて撃滅。水蒸気爆発ってナローの内外問わず久しぶりに見たわ。だがこれにプッツーン、した美少女がなんか超すごい魔術をぶっ破してきたところで、第一巻が終わりましたね。おろろ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 。入学試験に入った瞬間、前半の良かったところ全部死んだわ。妹を助けるのが目的なんだから、先にそれを済ませろよっていう。生活費はバイトで稼げばええやん。でもそれだと苦労してしまうので、主人公に楽をさせるために学費免除で入学させて戦争の的にさせてやるぜー、という、ナローのダメなところが全部出てるわ。そういうとこやぞ。ていうか普通に父親に説明しろよ。安易に生きらせるために安易に生きり入学試験に臨ませたがために、せっかくそれまでに構築していた。この世界の魔術原理だとか妹の呪いを解くだとかの作り込みが全部ダメになっている様は、なるほどナローの悪いところを体現しているなって感じですね。それでもまあ、最初に言った通り、タイトルがナローナローしているので、ナローでない表示詐欺でナローをしているのよりかはマシですね。ナローにしてはマシなやつから、予定通りのただのナローになってしまったってだけですね。総評ですが、前半の作り込みとかに拙者優を見た。後半はまるでサムハチくんみたい、ですね。この作品がナローなのかナローでないのかは俺が決めることにするよ。ずらし、ですね。
というかせっかくナローにしてはちゃんとしている序盤を構築したんだから、そこからもナローにしては、ちゃんとしている展開を考えればいいのにね。やっていることは完全にテンプレでありながらも、キャラの内面は全て妹を救うことのみに特化しているとかね。この主人公の場合そうじゃなくて、自分が振ってはいた力を得たことにゾクゾクしていますからね。この描写をやってしまった時点で、そこまでどんな綺麗事を並べていてもただの汚いナローにしかなりませんわって感じですね。最後に漫画家ですが、うまいですね。原作挿絵のクッソ脱線白コートとかいう衣装を、ここまでダサくなく描くその技量、気に入った、ついていこう。というか原作挿絵の人、伊勢スマで作中でもクッソダサいと言及されているクッソダサい白コートを挿絵で担当したから、その後のナロー作品の挿絵でもクッソダサい白コートで統一しているのほんと草なんだ。多分これ、わざとですよね。高度に仕事をしながら自分のナロー感を盛り込む点はさすがのプロですね。それでは今回紹介しました作品。魔力ゼロの最強魔術師、やはりお前らの魔術理論は間違っているんだが、前半の方は割かしちゃんとしてはいるので一度手に取ってみてはいかがでしょうか。以上です。ほな、また。